父さんわがままに生きる <laughs> にしましょうかあのわ、ー、がままってわがままってダメだみたいなねだ子供の時なんかわがままわがままってあんまいい言葉じゃないように聞こえたんですけど僕は大人になってわがままって大事だなと思うんですよねうんわがままに生きれないっていうことは多分 うん,なんだろうなうーんか自分で稼げてないし自分で独立してないと思うんですよおそらく自分で独立して自分で稼げてればわがままに生きられるんですよだけど会社勤めしてると会社の上司の顔色を伺わないといけないし会社の同僚の目を気にしないといけないだろうし会社のことを気にしないといけないんですね だからわがままに生き,生きることは難しいんですようんだ大人になって子供の時はね独立して一人で飯食っていくとか無理じゃないですかねなんか 5, 5歳でマンション契約するとかね5歳でアパート契約するとか無理なんでもうだから大人のこれ特権だと思うんですよね全部自分の選択でどこに住もうが何を買おうがあの全部自由でできるじゃないですか二十、まあ、歳になったら酒も飲めるし 子のの時はね、やっぱその制限があるわけですよ。でも大人になったら制限はほとんどないわけですね。なんで、大人になって制限がないのに制限されていると。あ子供の頃に戻りたいなって言ってもね、もうね、絶対僕戻られたくないですね。もう今が最高なんで、まあ、子供の時より、だって子供の時はやっぱ制限があるんで、やりたいと思ってできないじゃないですか。今はやりたいと思ったらできるんで。 じゃあ5歳でね、あのー、あそこ行きたいなつって飛行機乗れないじゃないですか。ね、金もねえし。ね、5歳が1人で乗れないと思うんですよね、飛行機。うん、だ大人になって本当は自由なんだけど、自由じゃないっていうね、なぜでしょうか。わがままに生きられない理由は何でしょうか。まあ、それは、それは、いってらっしゃい。